い、こんにちは、一郎です。今回の企画はじゃーん、ロクヨンジムにノブレッセデモカーを売ります。おー、これね、前に一回売りに出したんです、実は。うん、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあその時は一応相場だったんです。あの当時のね。ただやっぱりジムニー印象は高い。はい、でも今見てもちょっと後でずらーんと相場をちょっとお見せしたいなと思うんですけど、はい、まあまあ今でもやっぱり高いです、相場。そうですね、結構高い。ただまあやっぱちょっとその軽自動車の64ジムニーにいくら相場といえこの金額はっていうのがあるみたいで、まあどの道ちょっとうちちょっと少し用事があったんですね、この車。はい、だからちょっと販売を一旦停止して、これで引き取りました。はい、まあ、本来だったら本当にうち結構いつも出したら速攻で売れちゃうね、いつもいつも、うん、コンプリとか特に。はい、ただ今回は値段がやっぱり高いいうことで、まあ、そのままずっと乗せとったら売れとったかもだけど、まあそんなにこう1日2日さっと売れたわけじゃなくって、一旦ちょっとまあ逆に言うと良かったんじゃない、テストしたいことができたから。そうですね、結局用事があったから。そう、はい、でまあそれでまたその用事も全部終わって、はい、再販しますと。はい、ところがですよ、じゃあ前と同じ金額で出すかと、うん、まあ、そう思った時にちょっとやっぱりね、皆さんの声が、あー高いな、本当は欲しいのにちょっと高いな、手が出るなっていう声が何人かいらっしゃいましたんで、はい、ちょっとその方たちのために少し値段を下げて再販します。うーん、ありがとうございます。はい、まあ、これができるのもこれ一応デモカーなんで減価償却、ちょっと難しい話なんですけど、減価償却で一応償却してるんで、はい、だから安くできると、はい、いうことです。もともとはこの車僕高く買いました、ノーマルを。なんか一番高い時期に買ったんじゃないかっていうぐらい。そう、一番高い時期に買ったんで、その高い金額で買った車プラスパーツつけてるから、うん、正直今回この値段で売ると、本来であればそれで仕入れて売ったら損です。そうですね、はい、まあ、ただ、まあ、減価償却で少しこう経費として落としてるんで売れると今回はいうことなんで、これ買う人はちょっと買い得ですよ。おー、はい、でこれまたね、あやちゃんと誕生日が一緒なんです。そうなんですよ、これ見てください、12月なんですね。はい、であやちゃんの誕生日は12月で、しかも12日なんです。はい、覚えやすいね、1212で。そうなんです。でなんとなんとこの2通もこれ12月12日なんです。本当に誕生日一緒なんだよね。ここも、はい、ここもね一緒なんです。はい、はい、で本当にすごいですよね。うん、でこれもなかなか12月12日に登録する人は年に1回のチャンスだしまあそこまでこだわらんかもしれんけど、まあただなんか縁を感じますよね。まあ、偶然にしても縁を感じますね。はい、で今度もう一つ、はい、このホイール、うん、これがタスクオリジナルのホイールなんですけど、何がオリジナルかっていうと、このホイールの元々のデザインとか設定はあるんだけど、このカラーがそうなんですよ、ないんですよ。はい、このツヤ消しブラック、うん、でこのツヤ消しブラックをタスクオリジナルで販売してたと。はい、ところがもう完売で今ないと。大人気ですね。まあ再販の可能性はゼロではないけど、今悩み中みたいな。そうですね、ちょっとやっぱりロットである程度仕入れなきゃいけないんで、売れ残ったら損害になるから。損害、いや本当そうです。まあそうですね、うん、だからどうしようかなみたいな感じで悩んでらっしゃるそうです。まあ、そうすると手にもう入らないかもしれないホイールってことですね。そういうこと、そういうこと。だから希少なホイールです。はい、であとこれ東洋タイヤさんのオープンカントリー、これも大人気のタイヤですね。はい、全然手に入らないらしいですね今ね。でこれ覚えてらっしゃる人がいるかな、あやちゃんがこの東洋タイヤとあともう一つのグッドリッチのタイヤで悩んでどっちにするかって言ったこの動画。はい、東洋にねホワイトレター僕ないって言っとったけどさ、うん、なんと今の電話、東洋さんがホワイトレターのタイヤを持ってきてくれるって今から。すごいね、この撮影中に間に合う。やばいね、まあ、それもちょっと見て最終的にタイヤを選びたいと思います。はい、さてあやちゃんどうしよう、これ私が決めるんですか知ってました、私頑固って。何頑固って私一回これがいいと思うと何言われても
こっちがいいんですけども。よっしゃ、じゃああやちゃん、はい、あやちゃん決めていいよ。あやちゃんどっちがいいの？東洋さんの方がいいです。はい、じゃあ東洋さん残り3本お願いします。オーダーお願いします。お願いします。大があるもんね。たまたま、たまたま、いや、なかなか手に入らん、たまたま、あと一つ欠品してるんですけどね。そう。じゃあ、このタイヤで、はい、あやちゃんそんな嬉しい。まあ、まあでもやっぱ軽い方が、乗ってていいよね、やっぱ。ストレスないと思うよ、乗った時に。で、戻ります。はい。あんな感じで、ちょっと続きが気になる人は、最後、また、ここに戻ってこのカードをしてちょっと動画見てもらえばと思うんですけど、はい、あれめちゃくちゃ再生回数またね。ありがとうございます。でしかも足回り、はい、これ2インチリフトアップしてます。この2インチリフトアップしてるやつも CL リンクさんのリフトアップキットなんですけども、はい、これも広島からわざわざ来ていただいて本当に動画撮りましたね、コラボレーション。はい、だからノブレッセと CL リンクさんの初コラボの車でもあるんですね。実際この車でね、やったからね。はい、その動画の模様はこっち回しますよ、せーの、あっしゃー、あー、あー、あ、来た来た、あ、ほんとじゃ、お、キャッチキャッチできた後ろすごいね、ようキャッチできた。これ広島から来たんか、飛んできたよ、ね、すっげーな。よいしょよいしょ、はい、お疲れさん。じゃあ開けようか。はい、じゃあちょっと開けてみましょうか。開けてみようか。どんな、この中にどんな風に詰まってるか、うん、はい。最初なんかうやーって投げたよね。そうで、私受け取りましたね。これで実際本当に広島から来てもらって、はい、チェックしてもらって、うん、本当に今思えば懐かしいね。懐かしいですね本当に。はい、でまあエアロもできたし、はい、でグリルもできて、これのグリルのこれもあやちゃんテープ貼っとったね。貼らせてもらいましたね。これ実際私が貼ったやつだから、ちょっとね、あのそこに文句つけるのやめてもらって。はい、ということでこの車、はい、今何キロ走ってるかとか走行距離ね、うん、どれだけ残ってるのか、はい、ちょっとチェックします。はい、はい、はい、まずね、はい、マニュアルですね。マニュアルですね。そう、まだこのタグがついてますからね。でこのマニュアルも、はい、あやちゃんがさ、これ乗って初めてのジムニーマニュアル運転ってやったな。やりましたねこれね。はい、これこんな感じ。乗車時もやったね。うん、1、2、3ってね。一応おさらいやっとこうか。1、2、3、4、5。あー、これだ。はい、1、うん、2、2、3、4、5。はい、バックは、はい、OK。 バック硬い、ちょっと。そう、気のせい、気のせい。よし、はい、それとのりちゃんも乗ったね。はい、はい、こんな感じ。割といけるいける。あまあ、私も最近慣れてきたからね。そうだね、背が高いのに、うんうんうん、結構見やすいし、見やすいっていうのとちょっと違うのかな。ワンボックスとかと違ってフロントガラスはちっちゃいんやけど、うんうんうん、あの見晴らしがいい、あの横のさ、うん、ガラスがでかいじゃん。そうそうそうだね、ここがすごいでかい。全然違うもん、全体的につながって見えるのかもしれないよね。あー、そうかも。結構でも楽しいよね、いマニュアル。これね、すっごい楽しいんですよ、ね、運転しやすい、乗りやすい、ほんとね。はい、それでグレードは高い方です。はい、 LED のヘッドライトで、うん、フロントのウォッシャーもあって革のステアリングになってます。はい、はい、走行距離はというと、いきますよ、1716キロ。2000キロです。ガソリン満タンです。おー、満タンだ。基本はあんまりこうガソリンって満タンにしないんですよ。これはやっぱデモカーだし、もうそういう損得なしで、もうサービスみたいな感じですね。入れちゃったみたいな、はい、はい、いう形です。はい、で車検は、はい、令和4年の12月まで。おお、はい、先ほども言ったようにあやちゃんの誕生日まで有効期限があります。はい、はい、ではこの車の相場、はい、ちょっと一体どんな相場なのか今現在、うん、チェックしてみたいと思います。はい、はい、今これカーセンサー見てますね。はい、
これ普通に64ジムにですよね。そうです、あの64です、660なんで、400万コースで、仮にこうやってずらーっと戻ってっても300万円台がめちゃくちゃ多いんですよ。298万とか。確かになかなか、いやすごい、めっちゃ多い。本当にね、うちと同じような仕様でももう200万円台後半、300万円弱という車が結構多いんですね。中にはこうやってね、もう5000キロ走ってても値段が全く変わんないんですね。この11キロとか、11キロ、もうほとんど変わんないです、距離っていうのは。ここも3000キロとかね、中にはポーンとこう、258キロとかもあるけど、うん、これも1万キロだよね、うん、1万キロだけど268万円。あんまりその走行距離はそこまでこの距離感だと変わんないんですかね。ジムニーに関してはもうなんか距離走ってるから新車だからって関係ないみたいですね。そんな車もあるんだ。うん、はい、これなんてノーマルですよ。そうですね、パッと見何もついてる感じしない。あ、これもノーマルだよね。本当だね、こんな状況になってます。はい、はい、ご覧の通り、もう高いやつは300万円台の後半から、うん、もうざっくり相場ってもう完全298万とか、そう、300弱ぐらいが多い感じ。あの辺がやっぱりこのエアロついてリフトアップしてホイール変わってるっていうと、まあ、相場が298万円だったんですね、はい、うん、そういった形で結構やっぱりジムニーの相場って高いんです。うん、ということでこの車いくらなのか、はい、値段は相場より安く設定しました。うん、気になる人はスリーピーさんのグーネット見てください。はい、はい、あの説明欄にもリンク貼っておきます。はい、それで今回早いもん勝ちです。うん、値段は抑えましたので、で、あやちゃんも乗り、のりちゃんも乗り、まあ、僕も乗り、まあ、動画にもいっぱい出てきて、動画もいっぱい出てきたこの特別なノブレッセデモカー、はい、欲しい人は本当にチャンスです。ぜひこのスリーピースまでお問い合わせください。はい、はい、かといってジムニーこれで最後じゃありません。おう、またちょっと機会あればジムニーの動画はなんか撮ろうかなと思ってます。また新車で違う色で買おうかなと。あー、いいですね。うん、思ってます。はい、はい、でまたそれもカスタムしたりとかやっていきますので、うん、はい、まあ、ちょっと当分先になるんですけど、うん、 ね、その前にあれ、皆さん前の動画で覚えとるかな、あやちゃん買うって言ったあの動画の車が来たんですよ。イエーイ、ありがとうございます。なんかいい感じへん、やばいねえ。ちょっとあやちゃんコペン納車動画もお楽しみに。お楽しみに。